つつみよしあき、つつみよしあき、つつみよしやき、1934年、昭和9年5月29日台は、日本の実業家、西武鉄道グループの元オーナー。父は、西武グループの基礎一代で築き上げた、つつみやすじろうであり、兄は、元西武百貨店会長、小説家のつつみせいじ、つたかし、物詩で一時は総資産額で、世界一となったこともあるが、 西部グループの度重なる不祥事の責任を取って一線を退りき、その後にインサイダー取引疑惑で有罪判決を受けた。東京に実業家の堤康安次郎と内縁関係にある石塚恒子の間に生まれる未入籍。母恒子は新潟県出身の司会士で衆議院議員を務めた石塚三郎の娘。麻布中学校。 高等学校卒業後、早稲田大学第一小学部に入学。早稲田大学観光学会というサークルを立ち上げる。なお、元西武鉄道社長、県西武ライオンズオーナー代行、戸田博之、元プリンステル社長、県西武ライオンズオーナー代行、山口博之、元西武ライオンズ社長、小野賢治も、同サークルの2年下の後輩であり、元国土社長、 三上実は、早稲田大学空手部に属、吉明が、学生時代から手がけていたリゾート事業地の警備の、手伝いをしていた。父のスパルタぶりは相当なもので、同じことを二度言わせると言葉より鉄拳が飛んできたと、いう。父、安次郎は、長たる者は、人の三倍は働けという訓を発しているように、毎朝4時起きで片っ端から、系列企業のトップを電話で叩き起こし、 その日の指示を電光石火のように浴びせていた。父が寝る九時以降は、時の総理であっても起こすことが許されなかったため、帝王学を受けていた義明は、常に旅館やホテルで、父が寝る部屋に通じる電話交換台の穴にちり紙を丸めて突っ込み、父の部屋に電話を絶対に繋がないように手を打っていたのだが、ある日それを忘れてしまった時の父のライテーブルは、義明自身が、 生きた心地がしなかったというほどであったという。父、安次郎について、経営の帝王学を学んできたが、大学在学中に、安次郎から、冬の軽井沢に人を呼ぶ方法を考えろと言われ、観光学会の仲間とスケート場を開設、成功を収める、軽井沢スケートセンター1956年。また、海の近くにプールを作るという奇策と揶揄された、大磯ロングビーチ。 1957年も成功させる。これは、吉明の卒論を実行に移したものである。また、スキーシーズン以外でも氷を砕けば、滑走可能というアイディアから1959年に、狭山スキー場。1961年12月には、苗場国際スキー場と苗場プリスホテルを開業させる。1964年に安次郎が死去。周囲では、グループは、 次男の政治が継ぐと噂されていたが、三男の吉明が国土西武鉄道グループを引き継いだ。グループオーナー就任後10年ほどは、ほぼ安次郎の事業をそのまま引き継ぎ、沈黙を保っていたとされる。ちなみに、自身の売借人は赤坂プリンスホテルに事務局を置いていた清和剣創使者福田武雄。武雄の長男、福田康雄は麻布の二年後輩で、 同じ総大卒で、兄弟分、さらに武雄の秘書だった、小泉純一郎とも、信仰深かった。1978年にクラウンライターライオンズを、買収し西武ライオンズのオーナーとなる、野球協約で、複数球団の株式所有が禁じられているため、横浜 DNA ベイスターズの前身である、太陽球団の株式を売り、 明日カ和夫横浜市長の要請で、横浜スタジアムの建設費用も、西部グループが融資していた。西鉄後期や太平洋、クラブ、クラウンライターと会に甘んじていたライオンズだが、西武ライオンズ以降は、最新鋭かつ充実した、設備の導入や、当時監督だった根本睦夫に、堤義明は、すべて任せるからやってくれという指示を出し、 実際にチーム作りは監督の先見事項とし、フロントに口を出させないなどの改革の成果から徐々に順位を上げ、1982年に24年振りの日本一に輝くと、その後リーグ優勝5連覇、日本一3連覇など、リーグ優勝計16回、日本一計10回に輝いた。また、人気面でも子供が好むブルーや手塚治虫のジャングル大帝のレオ、チームカラーや、 シンボルマークに採用するなどイメージを一新。レオのキャラクター商品は人気を集め、特に帽子は昭和54年から9年間で500万個も発売されるなど、関東の子供の間では、読売ジャイアンツの帽子と人気を2分するほどであった。サービス面でも、従来の球場は毎試合のゴミが多く残り、トイレも悪臭が座席にまで匂うほど汚かったが、吉明の指示で、 清掃要因を大幅に増員。客席も既存た球場の座席幅45センチメートルから、西部球場では50センチメートルと大幅に拡大して、ゆったり清潔に観戦できるようにした。そして、西鉄時代から長楽の一途をたどっていたライオンズの観客入場者数は、買収前の70万人から、西部ライオンズ発足初年度には100万人を突破し、 以降パリーグ最高入場者数を更新し続け、昭和63年には190万人を記録するなど黄金時代を築き上げた。寮に入る選手にアンケートを実施し、壁紙やカーテン、絨毯の色など希望通りの内装にした。清原和弘をとにかく可愛がり、球団に対しても清原をマスコミやスキャンダルから守れと言命し、ベンチの人間に対しても清原に、 都合の悪い采配ぶりなら、激怒したとのこと。清原のスキャンダルが週刊誌を賑わせるたびに、グループ内部の社員が怒鳴られた。後に、清原が失墜したことから清原をダメにした永久戦犯とも言われている。プリンスホテルは、品川や高輪、赤坂、新宿、サンシャインシティ、新横浜、幕張、大津、札幌、広島などで、 次々と大型ホテルを開業させ、苗場、富良野、軽井沢、箱根、ニセコ、雫石、万座など西部が開発したリゾート地でも開業や増床を進めたことにより、1994年には2万室を超えるなど当時日本一のホテルチェーンになるまで成長した。赤坂、幕張、大津、パークタワー、横須賀は丹下建造、軽井沢、下田、六本木、 箱館大沼、札幌は、黒川紀章、箱根、高輪、新高輪、京都宝ヶ池、横浜、山陽層、増築は、村の東後など、一流の建築家設計を依頼している。特色として、景色が良い場所に立地しているホテルが多いことから、他社ホテルチェーンと比較して、窓がとても大きく、カーテンは壁面に隠れる設計になっているが、これも、堤義明の指示である。 最近でこそ、当たり前となっているホテルのディナーショーであるが、発案者は、堤義明である。1978年に東京プリンスホテルに3000人収容の、大宴会場、鳳凰の間が開業する際、空間を利用してお客の育成、開発を考えようという堤義明の発想により、当時、五木博士のラスベガス公演成功を知った堤は、 ディナーショー形式でそのまま法王の間に持ってきた。このディナーショーは大成功を収め、その後様々な有名人のディナーショーが開催されることになった。プリンスホテルは新高縄プリンスホテルの5000人収容の起点など多くの主演会場を有しており、空間を売る一つの戦略と言える。スキー場は苗場や雫石、ニセコ、フラノ、ンザ滋賀高原、妙高、 アジガサワなどで開業するなど、1987年には33カ所になるまで成長した。合理化で大幅に減少した現在でも日本一のスキー場保有数を誇る。また、苗場はスキー場施設の入場者数日本一である。近代的な設備から FIS アルペンスキーの世界選手権大会やワールドカップで苗場、フラノ、志賀高原、雫石が選ばれ、 フラノは計8回、ナイバは計3回開催されている。ちなみに、国鉄末期から運行開始されたシュプール号であるが、その前身は吉明が考案したスキートレインである。1982年初めに、当時の国鉄総裁、高木文夫との対談で、上越新幹線の開通で、上越線が柄空きになってしまうのではないかという心配に対し、 吉明はレールが空いているのなら売ればいいとスキー専用列車の提案をしたところ高木も即座に同意し同年暮れから上野新宿から中里スキー場もより駅の越後中里を結ぶスキートレイン中里号が走り始めたこれが好評だったことから1986年には札幌富良野富良野スキー場もより駅を結ぶ フラノエクスプレスが1988年には札幌、ニセコ間のニセコエクスプレス、ニセコスキー場再利益が運行を開始した。ゴルフ場は軽井沢72ゴルフコース、川名ホテルゴルフコース、武蔵川岡ゴルフコースなど29を数える。国内資本ではゴルフ場数日本一である。事業所にはフラノや雫石、アジガサニセコ、広島、 北九州、阿蘇、アラスカ・アリエスカ、ハワイ・マウイなど現地自治体や企業から要請されて進出したケースも多い。これは地元の反対があるところに進出しても事業として成功しないという彼の考え方で、採用や仕入れを地元の出身者や業者にすることによって地方の出稼ぎ現象や活性化、税収増に大きく貢献した。広島では倒産した造船所を含む土地を 広島県や広島市から要請されて進出した際、契約には造船部門を残す義務はなかったが、堤義明の配慮で残すことになり、働いていた社員も失職することなく、西部グループの造船部門の社員として働くことになった。1980年代後半のバブル景気、真っ只中、米国の経済史、ホーブスに世界一の大富豪として取り上げられ、 その保有総資産額は3兆円と報じられる。ヘリコプター、アメリカ合衆国大統領専用機と同じものとされるに登場し、神奈川県の自宅から原宿神宮前の国土本社への通勤やプリンスホテルなど運営施設への移動あるいは施設上空ら偵察している姿はテレビなどでもよく放映された。バブル崩壊後、西部グループの経営は、 以前に比べて、厳しくなっていったが、総帥の座を降りることはなかった。2002年4月の、品川プリンスホテル、エグゼグティブ、現、アネックスタワー開業時には、小泉純一郎首相、当時、森吉郎をはじめとする大物大義士、モーニング娘。石原軍団メンバー、長島茂雄、浅岡れり子など時の著名人を含む2000名を、招待したパーティーを開催している。 冬の軽井沢に人を呼ぶ方法として人気を呼んだスケートセンターであったが、中央自動車道が完成すると、川口湖にできた富士急行のスケートセンターに押されるようになってしまった。これを教訓化した吉明は全国のスキー場的地を綿密に調べ上げた上で、ここは絶対に他人に真似されることがないと新潟県の内場を選んだ。その内場は人気を集め、スキー場では 日本一の集客数を誇る。1976年当時、横浜市の市長だった、アスカタカズは市民球場を計画し、当時川崎球場が本拠地だった太陽ホエールズに市民球場に移ってもらう構想があったが、40億円という予算年室に苦慮していた。それを聞いた。 堤義みは、西部建設に工事を一任すれば予算は一銭も、いりませんと明日方に進言した。通常球場指定席は一年公開が常識だが、堤は一挙に、通用期間45年、コンクリートの対応年数による、一席250万円で800席で20億円、テレビ会社やスポンサーで20億円とした。八百席は一ヶ月で売り切り、スポンサーも殺到し、 逆にセレクトに頭を悩ますという始末だった。明日方は横浜市民に税金投入なしで立派な野球場をプレゼントできた。2004年に入るとマスコミへの露出が急激に増加する。まず4月8日に西武鉄道が総会屋に利益供与をしていたことが発覚。西武鉄道総会屋利益供与事件し経営の総責任者の座を降りた。ただし辞職したのは 西武鉄道の会長職のみで、ライオンズのオーナー、国土、2006年にプリムスホテルと合併し、消滅会長には止まった。同年に起きた、プロ野球再編問題では26年ぶりに出席したオーナー会議で、大阪近鉄バファローズと、オリックスブルーウェーブ以外にもう一つの合併が進行中と発言し、過中の人物となる。しかし、ロッテ、西武、 大英が球団を単独で保有することに固執したため、大英はソフトバンクに身売りしたが、第二の合併は当事者間の合意すらできなかった。同年10月13日、優価証券報告書への虚偽記載の責任を取り、新高縄プリンスホテル、平安の間で、会見、国土及び西武鉄道をはじめとする、すべてのグループ会社の役員職から辞任することを表した。 これは後に、西武鉄道証券取引法違反事件へと発展し、株式上場をしていた、西武鉄道、伊豆箱根鉄道は、東京証券取引所から、上場廃止処分が下される。各テレビ局、特に、テレビ朝日が過去に収録した、1960年代以降の、安次郎や吉明の映像を素材としながら、包み家や西武グループの勃興について、 取り上げるようになった。2005年3月3日、西武鉄道株式に関する証券取引法違反、優価証券報告書の虚偽記載、インサイダー取引の疑いで、東京地検特捜部に逮捕され、3月23日、東京地裁に起訴された。10月27日、一審の東京地裁にて、懲役2年6月、罰金500万円、執行猶予4年、 休憩懲役3年、罰金500万円の判決を言い渡され、吉秋側、検察側とも控訴せず、判決通り有罪が確定した。これにより、西武鉄道グループは、メインバンクであった水穂グループ出身の後藤隆史へ、経営権が移り、国土、西武鉄道、プリンスホテル間をめぐる堤家との複雑な資本関係は、西武ホールディングス発足と、 第三者割当増資によるサーベラスらの外部資本注入により整理された。2009年10月、執行猶予期間満了。逮捕から下記の JOC 特別功労者受賞まで、マスメディアへの露出は週刊文春、週刊新調でのわずかなゴシップ記事を除き一切なかった。現在、堤自身が保有する西武ホールディングス、 以下 HD 株はわずかであるが、一方で、包み家の資産管理会社である NW コーポレーション以下 NW 社の大株主であり、その NW 社が西武 HD の大株主であることから、その後も西武グループに間接的な影響力を残していた。2016年2月、筒見が持つ NW 社の全株式を西武 h d に譲渡する形で西武 HD が 一般株主から起こされていた訴訟で発生した賠償費用のうち NW 社株の譲渡分248億円、また自ら持つセーブ HD 株の売却で7億円の計255億円を負担することになり、包みはセーブ HD 株の所有がゼロになることが発表された。セーブ HD は NW 社株式約43%を所有することになる。これによって つみは、西部との資本関係が切れることとなった。2011年7月16日に、グランドプリンスホテル新高縄で模様された、日本オリンピック委員会と日本体育協会の創立100周年祝賀式典に、招待され、初代日本オリンピック委員会会長を務めた経緯か、特別功労者として表彰された。この行事で2020年夏季オリンピックで、 東京への誘致表明を行う石原、慎太郎東京都知事の隣に立つ写真や映像、あるいは功労者受賞についての文章が、時事通信社、共同新社と、朝日新聞、毎日新聞で配信、掲載され、久しぶりのメディア露出となった。しかし、朝日新聞紙面上に掲載された写真には、石原都知事の左隣に写っているにもかかわらず、キャプション、 説明文では吉明について言及されていない。この件と最近の動向を絡めた記事が週刊新庁に掲載された。2013年6月27日の JOC 評議会で JOC 最高顧問への就任が決定する。ホテル経営に関しては完全なるトップダウン方式でホテル内部の設計などにまで細かく指示を出した。鉄道事業においても運転 車掌、駅員の規律を細かく規定し、昨今の鉄道事業者ではあまり見られない運転士が、正帽の顎紐を着用することの義務などがあり、バス事業では、すべてのバスの屋根に番号を記して上空からヘリコプターできっちりと経路通りに運しているかを自ら監視するなどした。しかし、吉明自身が、社長の会社はほぼすべて本人が指示したが、 それ以外の会社はその会社の社長にほぼ全て任せていた。豪華な私生活や総資産の多さが話題になることが多かったが、履き物は履けなくなるまで履き、食事に関しても社員教育等で食べ残しをしないように厳しく指導するなど戦後の貧困時代を知る者らしい一面もあったという。日本のスポーツ界への影響力は大きくグループ再編が行われ、 吉昭から経営権が離れた現在も、西部グループは、スキーやゴルフをはじめとする、スポーツリゾートの採用的業であり、保有するスキー場やゴルフ場の数は、国内資本としては、日本一を誇る。資金力を背景に、日本オリンピック委員会会長なども歴任した。長野オリンピック招致は、時の国際オリンピック委員会会長、フワン・アントニオサマランチとも親しかった。 義明の力に、うところが大きいと言われている。スケートやスキー選手育成に力を入れた。スケート選手を、プリンスホテルや国土計画に所属することにより、生活を安定させるとともに練習に専念できる体制をとった。そして、伊藤緑、八木沼純子、荒川静香、黒岩明ら,らを輩出した。また、現役や未来の選手への経験の場、 引退後のスケーターの活躍の場として1978年からプリンスアイスワールドを始めた。スキーでは引退した岡部哲也や木村君信などをプリンスホテルスキースクールに招き入れスキー選手を養成している。渡辺恵美は2005年1月に包みからセクシャルハラスメントがあったことを終文春で発言。また女子プロボーラー1期生にして JLBC 代表であった。 須田代子から女子プロボーリングのトーナメントスポンサーにと懇願され、JLBC クイーンズオープンプリンスカップを当時の最高賞金額でる優勝賞金500万円、賞金総額1、200万円で創設。須田の葬儀にも品川プリンスホテルボーリングセンターのフロア半分を無償にて提供。後に軽井沢プリンスカップ、ビッグボックス、東山トカップ等、 数々のプリンスカップで女子プロボーリングトーナメントに大きな功績をもたらす。このことは菅の遺書にも感謝の意が記されていた。2004年のプロ野球再編問題でも中心的な役割を果たした一人となった。しかし、西武ライオンズの合併相手が見つからず、一リーグ以降の目論みは失敗。その後不祥事が発覚し、西武オーナーを辞任した。 堤がオーナーを辞任した後、楽天の新規参入が認められた。アイスホッケーチーム、西武鉄道アイスホッケー部、国土アイスホッケーチームイコール後に国土に一本化、2006年、西武グループ再編に伴い、チーム名を、西武プリンスラビッツと解消2009年部や、野球でも、日本プロ野球、パリーグの西武ライオンズと、社会人のプリンスホテル公式野球部、 ハイブを運営した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。